どのレンズで何を撮ろうとも自由じゃないですか。だけれど、各々の選手の特徴を生かしたフォーメーションや戦術があったほうがいいと思うんですよ。サッカーの話例えばね、今日花を取りに行くぞと言ったときに、じゃあ今日のスタメン、ワントップ、40、150の F4。やっぱりレンズの話ね。 そうしたら F2.8 の方は「あ今日スタメン私じゃないんだ」って思うわけです思っていや F2.8 もキレのあるシュートとかそれからまあループシュートのような技もあるよふわっとしただけれど今日暑いから暑い日こそハードワークしてのためには小型軽量の4 0 1 0 0 f 4の方がいいんじゃないかと。 前半戦それで戦うわけですよ。遠目からね、後ボケや前ボケ探しながら、シュートコース探すわけですよ。で、後半戦は、8、25の F4 で、広角ズームこれで戦い方変えるわけですよ、ガラッと。ぐっと寄って、周辺情報を入れながら、後半戦はそれで全然違う、またね。 絵を撮ろうと言まあ最後にはその、うん、ノイアのニアの上をぶち抜いたあのシュートすごかったなっていう話ですよやっぱりサッカー ?OM システムプラザですあのー、ワイドズームの、はい、まあお問い合わせというか悩まれる方がねどうなのって、あのー 標準ズームを持って、望遠ズームを持って、はい、もっと今度ワイド、ね、うん、広角のズームが欲しいなとおっしゃる方がね、うん、あの見に来られる方で一番多い、やっぱりご相談が 2>,、はい、あの2種類のプロズームの比較になりますね。うんはい、そうですね。一、はい、つはあの7から14ミリ、うん、広角ズームで2.8のね、はい、レンズです。8から25っていうのがね、後から。 発売されれたわけですけどもやっぱりなんかこう最初の標準ズームと望遠ズームを2.8で揃えられてる方なんか特にですね、はい、2.8にしようかなとおっしゃるところなんですけどもはい、はい、ただ後から出たこの8から25が良さそうだということで F4、はい、って、ねまあ、いうか絞りがね開放値が4というのがどうなんだろうというやっぱりあのご相談をね、はい そうですね。どっちがいいって。これでね、それぞれやっぱ特徴あるんですよ。ありますね。あのね、はい。見た目はそんな、そうですあの、大きく変わんないです大きさと。こっちの方がちょっと、100?120 ぐらいちょっと重たくなりますね。だけどまあ、そんな。そうですね。大きさはですね、あの、 そうフードをつけるとあまり変わらないですねこれはあの最初がこういう形をしてる7から14はこういう形をしてますけども8から25のレンズもですねフードをつけるとまあそう大きさも変わらないものになりますよね。あと当然さっきおっしゃられたその F 値は違うしそうですね4この8から25は4ですよと投資ですね、はい、全域で4です、はい、で7から14は全域で2.8でね で、ズームレンジも違うよと。そうですね。はい。あとね、はい。まあ、冒頭でちょっとお花の話。はい。あとで、どんなの撮ってきたのかも。そうですね。恥ずかしながら。出しますか。出さないでいいいや、出そう。撮ってこいって言うから。そう。撮ってきてって言った休みの日に。うん。休みの日かな。休みの日だったんですよ。はい。いや、それで、あの、こちら。 825、うん、の絵を読んでちょっと私、撮ってきましたけど、はいはい、これの特徴は標準域まで、ねはい、まあ標準域、まあ、要は35ミリ板換算で50ミリのところがあるので標準レンズにワイドもついているよということこですね意味もあってちょっと後であとでこれ標準域もあってよかったなというのもあの出てくるわけですね。 出あのねそうそうあっもう一つもう一つあのねこれフィルターがね前にまあ保護フィルターつけたり BL つけたりすることもあるでしょうけどもそうそうだからさっきフィルターつけられるような特徴ですねうんまあ割と安心して接近線がいけると思いますねじゃあちょっと写してきてもらったものい。はい でこれはもう、はいあのー、周辺情報をね、はい、これまあ要はわっさーっと咲いてるものを状況をちょっと入れながら、はい、花畑でお花が広く写っていながら近くにある花に近寄って撮っているもの、ね、そうなんですそうです,そうですで絞りは開放で撮ってるので、はい、まあここまで寄るとやっぱり前後ボケが出てくるわけですね これ、あれなんですよ、周辺情報と言いましたけれども、右上にちょっと、なんかぶら下がってません出てますね、はい。いや、それは気をつけなはれや、そういう話です。これ、森さんの作風っていうか、マイナス補正で、ちょっとね、暗い感じで。すると、あとは色がぐっと出てくるじゃないですか。そそうでですすねねの質感を出されている はいはい、続けていきますこれはです、ね、これももうあのワイド側でね、はいはい、これもまあまあ小さい花ですよ、はい、でわっさーっと咲いてる様子の中で、うんはい、まあ一番、まあ、こっち向いてるやつをこれはやっぱり空をね、うん、たくさん入ってるとか背景がこう遠いところに木があるとか、ねはいはいはい、そういうものをまあ 写してるんだけどやっぱり背景をどう使うかっていうのをのねそうですね相手の日の丸構図とやっぱり日の丸構図木一本シリーズ好きですねはいはいまあ名前は3つありますけどははいこれも寄ったんですよ何笑ってんですか3つっね確かにちょっと テンポ遅れてわかりました。あ,あ、そうなの。はい、失礼しました。はい、これは、あの、これいいですね。斜めに配置してあって。はいはい。ピンクの花と黄色の花が対角線上にあって。これなんかこう、すごい奥行き、質感を感じるんですだ。なんか雰囲気違うなと思うのは。はいはい、これ、深度合成で。深度合成ですね。取ったんですよ。はい。そしたら、まあ、花の。 さらに向こうでピンがが来てるやつ木の幹までしっかりと来てますけど遠いところの木は少し動けた感じで見てますから色があってちょっと後ろまでカキッと出てるのでなんか南国っぽさかそうですねこれでも絞り解放なんですよねそうですやっぱりこの辺りの使い方も一つの方法でしょうねそうなんですよこれ

ミリでで撮ってるんすねだからこれはさっきみたいにぐっと寄ってじゃなくて離れたところから手を伸ばしてはいたと思うんですけどかなりアンダーにしてここにね光が結構強いのがそこだけあったんですよ影が出てたんでそこに。 そこが、ねうん、あの特徴が出るように、色素をマイナス3.3ですね、はいはい、かけられてるということですね。これも振動合成ですね。これも振動合成してだからお花の,の航空気、しっかりピントがきてるようなものですね。はいはい、してみますお今度はちょっと色が変わりましたけれども、これ,はい、これもあのあの50ミリ、えー、あ35ミリ版かなんで50ミリがあってよかったね、シリーズです。 だからどっちかとこう広角じゃなく標準的なまあ人間の視覚に近い遠近感が出てる状態ですね。でラフモノクローム2を使ってみたかったです。うんはい、この雰囲気で空もこうちょっとこう絵画の絵のような感じですね、はいはい、仕上がってます、はいはい、じゃ続きましてう続きましてこのあ74号でね写したもの 私はこれ結構使っている。使うんですね。はい。どこで使うんですか。ここです。海賊船ね。はい。箱根海賊船を。海賊船で。撮るときによく持っていくんですが、あのやはりですね、こう限られた距離で広く撮りたいシーンってあるものですから。そうですね。それでこの7から14を持っていきます。まあこういう明るい昼間の写真ですとね、あの8から25でもどちらでも撮れる。 はい、このようになると思います。今これだったら、F4 四。まで絞ってます。そうです絞ってますね。あの、まあ、あの広角ですから、被写界シ度もっと深いので、そんなかなり絞らなくてもいいんですが。少し絞って、ピントをね、出しています。これ、このマストっていうんですかね。はい。これ相当近いところにあるんじゃないですか。そしたら。この辺です。この辺。目の前ですね。どこ。なるほここ。そんなマストだ もうちょっと向こうですけどね、それでも結構高いですから、入らないんですよね、表紙のだと。この高さと、あとこの横のね、当たってるっているね。ということでね、広角ズームが必要になってきてます。これも広角で、これ夕方です、ね写したんですけども、これもですね実際、ISO400 で15分の1ですから、当然、8から25でも全然取れる。 実際、絞り8まで絞っているわけですからす、ねうん、どちらでも取れますけどね、うん、こういった時も実際はもうちょっとこうなんだろうな間角はもう少し狭く見えてるんですけど広角、はい、で広くね写<あ>しています斜め m ですね。 これはね花火になります。ただね花火だけを取りに行くのとまた違ってあのこの箱根海賊船がまあいるわけです。自分も箱根海賊船に乗ってる。このロープは自分が乗ってるまあマストもつってますけどね。これ自分が乗っている海賊船です。で向こうにあのまた別の海賊船がいるわけですけど船は少し動きながらこう花火を見ているわけですね。なるほど だからあまり遅いシャッタースピードだと船がぶれてしまうんですね。はい、でそこでですね、やっぱり画質も綺麗にとっ ISO400 で撮ってるんですけど、はい、2.8でね、うんうん、撮ることによって、4分の1秒で、まあ、ぶれないで撮れたというところですね。はいはい、でそういうのがちょっとこう、2.8のやっぱり魅力を感じるところにありますね。はいうんうん、これですね。ねやっぱり星ですね。やっぱり明るいレンズといえば、はいまあ 星になってくると4と2.8でですね、うん、まあ肉眼で見えてる星は、ねうん、あの4でも全然十分映るんですがうん、うん、やはりその同じ映した時に2.8で映してるとよりこう弱い光、まあ、肉眼で見えてない星なんかも出てきますので。うん そうかそうか、現場だと、こんなにいっぱいあるようには見えないですね、そうなんです、写してみて出てくる星がありまして、それが特徴です、これを7ミリ広角側で写しています、ライブコンポジット機能、これ、実際見た目はもっと暗いですね。 で一、はい、回あたりのシャッタースピードこれ三十秒。三十秒ね。はい、秒の六十個まあ長いですね。時間でいうと三十分ぐらいの撮影ですね。でこれぐらい星が動いている写真です。はい、でこの星を撮るときはですね、はい、まあこの比較というかですね、うん、もう一つはあのフィッシュアイが八ミリのフィッシュアイがありますね。そのレンズで写したものも、うん。 あります。なるほど。でこれはどっちで撮ろうかということはありまして、はい。まあフィッシュアイの方は1.8ですから、うん、レンズの開放値がね、うん、これは2で撮ってますけれども、うん、あの。 絵柄がちょっと変わってきます、空がたくさん入りますし、星の流れがです、ね、本当に円の上に描いてくれるのはフィッシュアイになりますからね、ど,うん、らどちらで撮ろうかなというところで選択肢がありますが、はい、この時は、ね、せっかく同じ時間を過ごすんであれば、はいうん、2台設置して両方撮ろうということで撮ったも約28分です、ね、これも約28円です。 やっぱりこの7から14はですね、はい、今お話ししたようにやっぱり全域で2.8、はい、この必要性が、ねはい、高い方はもうこれに変えられるものはないのかなと思いますそこにですね、うん、え別に特にこだわらなくて見ける場合はですね、はい、8から25のレンズですとさっき、ね、森さんのお話いただいたように 標準域ままでカバーしますはい、はい、35ミリ版換算50ミリですねうん、うん、まで撮れる便利さありますとあとそれによって撮影最大倍率も0.42、はい、倍ですからちょっとしたねよりの写真も全然カバーしてくれますよね何よりやっぱりフィルターが装着できるというの。うんはい で風景写真なんか撮ってる方なんかは、うん、変更フィルター,ー、はい、必需品ですのでそれが使えるっていうのは特徴ですので、はい、まあそのあたりのね利便性を生かすのかどうかですね、はいはい、ですから、まあ、星や夜景を、ね、重視する人はやっぱり7から14いいと思います、はい、で花とか風景とかね、うん、もう万能で使えるも八8から25は便利なのかなと思いますね、はいはい、ぜひご検討ください いやいやいや。森さんでちょっとね、<え>さっき気になったんですけど、気になった？三つあるんですけどね。はい。一つこのピンクの花のやつ、ね。はいはい。なんかすごいピンクの花の方がなんかこう、うん、明るく出してるような感じがしたんです。なんかこれフラッシュで,はシュでは当てた感じです。あそこだけフラッシュ当てたように見えるでしょ。見えます見えます。これたまたま。うん。 あそこだけに木漏れ日の一筋だけが当たってたのあそこだけどだから葉っぱもほらそこだけ明るいだけそうこれねあの太い幹の木があるでしょあの周りにちょっとしたほんのちっちゃい花壇ですよあもうほんとちっちゃい花壇なんかどっか南国のんか入っていったようにどこ行ってたかなと思ったけどほんのそうでこの向こう側にはね 柵があるのそうなんですか見えてないですけど柵が映んないように光がパッとあったからそこだけギュッと寄っていいタイミングだったんですねだから本当実際パッと見てもこう日陰だったら全然違いますもんねそうなるほどあとねこれもね同じように何かどうやって光をねこう来てるのかなこれもそうこれも同じようにそこだけパッて。 一点だけ光が落ちててだからこれもねどっかの花壇なんですほんのちっちゃい花壇の一つの花だけにポンってきてたであ面白いなと思ったんでさっき話したけど標準5 0ミリでねそこだけを切り取ってねそうそうでそこだけ明るすぎたからかなり安打にしたけど震度合成で撮ってるそうそうそう パパラパラって撮った後に少しだけ合成する時間が合成してるいでそれ終わったらもうね、うん、光のね角度変わってるわけ <laughs> 本<当>だから、ね、太陽ってすごい動いてるよいもたまたまもうこの瞬間だけどうちょっとした瞬間そう、うん、太陽動いてるよ まあこの今の二つはね、うん、まあ光だから、まあそうかなっていう気もしたんですけど、なんか当てたのかなと思ったんで、ちょっと聞いたんですけど、もう一個ね、うん、 ラフモノクローム、確かにね、もともとザラザラするんですよ、んかそれはモノクロのフィルムの雰囲気が出てね、いいんですけど、それにしては空が、空っていうのは空ですよね、これ、すごいザラザラしてるんですけど、空、変でしょ、これ、なんかちょっと、雲がね、ざらついたり、ちょっと違う気がする、その向こうに、なんかいっぱい星があるように見えない見える、見える、これね、もう、星じゃない、嘘です。 これ天地逆なんですよあり込みね天地逆で実は浅い池まあなんか子供がジャブジャブ池みたいな遊ぶ池あるでしょ<ー>そこに映り込んでるやつを撮ってでもこの表現なんか面白いですよねこういう空ってなかなか撮れないからうん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 、うん、なるほどわかりました、はい、トリックですわはい、はい、えっとじゃあ向きちょっと変えてみますけど ここうういとそうそうそうこうやったらなんかなんかああって落ち着くでしょ落ち普通ですねそうでしょだからこの池の向こうに木があってその写り込みだけを取ってこれだから池の結構水中が写ってるのかなそうだから池の下のコンクリみたいなとこですよあの人工のそこだとコンクリの中かザラザラが見えるしひび割れも見えるでしょへえただ雲は写ってるからなるほど で向こう岸のほら草むらといただきましたねはい <laughs> おさまち様でどうもすみません、はい、<laughs> 木が三つで森はい一本、ね、一本はい